住職のよもやま話。越後を代表するご住職方が日頃感じていることをつれづれなるままにお話しいただく企画です。ありのままをお伝えしたく、ほぼすべて編集なしの取り下ろしになっております。旧栃尾市、現在は長岡市栃堀地区に立つ阿弥陀院様、桑原光念ご住職のもとを訪れました。梅雨入りを迎えんとする雨の中、お地蔵様と境内正面に立つ見事なしだれ桜が来る者を迎え入れてくれます。春には見事な桜の花を見せてくれるそうです。晴耕雨読、雨降る日には仕事の手を休め、ご住職のお話に耳を傾けてみるのも一興かと思います。それではお邪魔いたします。ごめんください、私は長岡市栃堀にある阿弥陀院という寺の住職を務めております桑原光念と申します。よろしくします。ちょっと日頃感じていることとか、思っていることをお話しいたします。このコロナの問題がなってから、世界中いろいろ様子が変わってきましたが、特に私たちの身の回りでもいろんな変化があるのは、皆さんも、ご承知の通り、感じている通りだと思います。そんな中で私が一つ言葉遣いで、ちょっと気になっていることがあります。それは、樹木葬という言葉なんですが、ある人からもご指摘を受けたんですが、人が亡くなって、葬儀を行いますが、一般的に葬儀というのは、火葬、荼毘に付す、あるいは歴史的に見れば土葬、あるいは地域によっては町葬とか水葬とか、そういう形で最後のお弔いを、しているわけですよね。でそんな中で最近よく新聞の広告とか、あるいは実際各お寺で、樹木葬という形で広告の案内が、出てきますが、樹木葬という言葉を聞くと、人によってはその木のところで葬式やるのかなっていう、そんなことを言う人がいて、あれは結局葬儀というのはもともとお弔いですから、先ほど言いましたように、火葬とか、土葬とか、あるいは地域的にチベットの方では町葬とか、あるいはインドの方のガンジス川のほとりで、荼毘に付した方の最後水に流すとか、そういう形であろうかと思うんですが、樹木葬という言葉自体が私はちょっとこうおかしいんじゃないかと。あれは樹木墓、樹木墓と言った方が、本来的な意味じゃないかなと。樹木葬という言葉は誰が考えたか知りませんが、亡くなった方のお骨を納める場所といいますか、それを樹木葬という言葉を使って表しているわけですから、樹木墓と言ったらどうかなという、そういう、気がしております。皆さん方どう私が今言ったことに関して受け止められるか、できればお聞かせ願えればと思っているところでございます。まずそんなことから話を、させてもらいました。で話は全く変わりますが、
今から4年前に、京都の大覚寺というお寺で般若心経が大覚寺に収められておりますが、国宝に指定されております。それは嵯峨天皇というお方がお書きになられた般若心経が大覚寺の心経殿という建物に収められていて、今から4年前ちょうど収められてから1200年記念ということで大きな法要がありました。でその般若心経は弘法大師様がお書きになられた般若心経秘典という書物がありますが、その般若心経秘典という書物の最後に上評文という文章が加えられています。その上評文というのは学者の研究によればお大師様がお書きになられたものじゃなくて後から付け加えられたものと言われておりますが、そこに、時に公認九年天下大益すというそういう文章が書かれております。公認九年というのは西暦でいうと818年という年であります。その年に非常に疫病が流行って、その疫病を何とか鎮めるために時の天皇であった嵯峨天皇が般若心経を一身に写経されて、何とかそういう悪い病気が収まりますように願いを込めてお書きになられた般若心経というふうにこう言われております。その般若心経についての解説といいますかしたものがお大師様の般若心経秘典という書物ですが、まあ、その内容はともかくとして、その般若心経が収められてずっと大覚寺に直封という形で収められていたものが今から4年前に1200年経ったというそういう記念の年のそういう、まあ、開封開くという法要がありました。で昔は今のように何か悪い病気が流行ったりすると、今ですと科学が進んでそれはウイルスが原因だとか分かりますが、昔は何か世の中で悪いことがあるとこれは何かのたたりだとかそういうような捉え方をされて、そういうたたりを鎮めるとかご祈祷するとかそういうようなことが盛んに行われたわけですけども、当時公認九年という年のそういう疫病が流行ったのも何かのそういう触りがあるんじゃないかと、それに対して神や仏に祈願する、その一環として天皇様が般若心経を写経されて一心に静まりますようにと願われた、そういう記録の表れであろうかと思います。まあ、現在でもコロナの大きな感染が問題になっております。それに対して、まあ、我々坊さんとしてはやはり世の中が静まりますようにとそういうことを、まあ、願わなきゃいけないかと思います。お経の中にもそういう病気のこととか戦乱のこととかそういうことに関する記述があります。一つ申し上げれば、お大師様が弘法大師様が当時、現在の中国昔の唐の国から慶迦阿闍梨様から真言密教のお授けを受けて日本に帰ってこられるときにたくさん経典とか仏具とか仏像とかいろんなものを日本にお持ち帰ってきましたが、その中のお経の中に金光明最小王経というお経をお持ち帰りになっております。まあ、俗に金光明経と言われますが、その金光明経というお経の中に、四天王五穀本という部分があって、時の国を治める立場の人が
仏法の正しい教えに基づいて国を治めれば天下は太平であるし人々は幸せであるけども、もしか時を治める人が悪い行いをすると戦乱が起きたり疫病が流行ったり人々が苦しめられる、そういう教えが説かれております。まさに今世界中を見回すと、その時のその国の統治者がいろんな誤った自分独りよがりの考え方で政治を行っているという場面がたくさんありますが、その結果として人々の争いとか国同士の戦いとかそういうものが行われている現状があります。まさにお経に説かれているようなことが現に世界中を見回すと行われていると、非常に大事な教えの部分であろうかと思いますが、日本の国ではそういうことがないように願う次第であります。早くこの世の中が収まっていただいて、病気の方も静まっていただいて、人々が心安らかに安心して過ごすことができるように願わなきゃいけない。それが坊さんとしての、一つの役目でもあろうかと思うし、一般のすべての人たちがお互いに気をつけなきゃいけない、そういう生き方であろうかと思います。最初の話に戻りますが、人が亡くなった時の最後のお弔いとして、現在いろいろ人数制限とかいろんな制限がまだありますが、そういう制限が早くなくなって、自由に行動できるような、そういう世の中になってもらいたいと願うところであります。家族葬とか、あるいはその本当の近い人だけ、中には直葬なんて言葉もありますけれども、そんなようなことが今行われております。冠婚葬祭という言葉があります。冠婚葬祭はすべて自分たちだけで行われる出来事じゃなくて、本来的には大勢の方々の力をいただいて成し遂げる、そういう行事であろうかと思います。そういうことがみんなでできるような社会って言いますかね、状況に早くなってもらいたいと願うところであります。話がちょっとあまりこう現実的じゃない部分もあったかと思いますけれども、今私がちょっと日頃思っているようなことをお話しさせていただきました。ありがとうございました。